続きまして34年生のお手本を書いていきます。はいではいきます。しっかり入れて長く持ってきます。ここ長くして。トントンってしっかりこんな感じになるように。でここですね。す こウはさっきも出てきてるんですけどこういうところのあの優しく入るところねドンって入ってギューってなると何て言うんだろうなあんまり動きが見えなくてあんまり綺麗じゃないので優しいところからスーッと入ってこの辺りが強くなってまた抜けるっていうこれの連続こういうところが難しいんだと思うんですよ。そこをあの おろそかにしないように自分がどうやって描いてるかっていうのを見れるようになると違いがだんだん分かってきます。へ、え、い、ー、はキュッとしてここもここが長いところです。こ長くきますよね。直線。まっすぐですね。で次お尻上げすぎないで真ん中で切る。その時にさっと力抜いてあげること。で早かったですよね。最後だけね。 いのこの辺から結構グラーンってやっちゃうんですけどそ,それはやらないようにしましょうすごはい点こういうとこ濁点ずれないようにしてくださいね忘れるとねあのずれちゃいますのではいおですおは真ん中の線に乗っからないようにしたいので左側からこういうラインです 少しだけここの部分を内側に行ってるのがわかると思います。キュッと内側入って、ここ、ちょっとだけこういう風に少し出てあげてください。ここね。そうすると、横にこういう風に持っていきやすくなって、次、腹の上です。力抜きながらこう上に行っといて、外向きに、ここからこうに出ていくような感じですね。尾の点の向き。 えー、おせち、ね。皆さんおせち食べましたかねえっ、ー、と、そろそろね、あのお正月気分も終わりで学校が始まりますので気持ちもちょっと切り替えていきたいところですね。えー、背は下からぎゅっとこう上がるようにこれ長くしときます。そして目が 頭長いですね。でこうちょっとこういうふうに内側に来るようなイメージでここの部分しっかり残しておきましょう。右側ここ残しとくってことはこちら側左側も残しとくってことなのでここからこうに来るようなイメージでこうですね。そうするとこういう感じのラインができるときれいですよ。はい、地はい しといて右側からこう持ってきといてこれもまあなるべく真ん中あたりちょうど切れるぐらいがいいでしょうねはい「落とし玉」ときます方は先ほどのと同じなのでちょっと省略しますけどね説明はこう動きはねこう見て、あのー、リズム感とかね どういうとこでスピードが上がってるのかなとか、どこでゆっくりなるかなって見てください。年という字を書きます。横に行って、2画目。3画目。4画目。5画目。で、こうなりますね。ここに関数字の3があるようなイメージ。こうギュッて上がる性質と、まっすぐな性質と、 こ向きにこうやって反ってるような線最後貫きますしっかり縦のラインをギュッと気質を入れてあげてくださいそして強いままて最後にスッと抜くようなイメージですはい。玉という字もこれ漢数字の3ですねそこを意識するといいでしょう1画目ギュッとこう反り上がる短い線2画目は縦がきます あまり長くしない方がいいでしょう。縦長すぎず。1、2、3画目はまっすぐに近いけど、こういう風に右に上がってるのは一緒です。で、1、2、3、4画目は一番長いので、左端からぎゅーっと今度こっち側にそっと反ってきて、最後に点です。点は優しくから強くなるように。 はいい家族という字がきます難しいですよね真ん中にこうギュッとます毛筆とかと一緒で頭ギュッて打ったらスッて力ちょっとこの辺抜いていくんですよいつも同じギュッギュッギュッてやってるわけじゃないってとこで頭ギュッてやったらスッと抜いて次は逆です優しく入ってギュッと止めるで スッと横に伸ばしてでこういうふうに、えー、下に跳ねない。跳ねるっていうかね、こうにやらないでください。内側にこうですね。これはね、あの、毛筆の方の、えっ、ー、と、昨日とかかなうんと、書き初めの、えっ、ー、と、 解説の中でもこういうのやってますねうかんむり2回ぐらいやったかもしれないはいここに「家」という字はここにこう同じようなひげのようなこういうのいっぱい出てきますね3本もあるんですけどまず1本目今書きましたこれ横に行ったの分かりますかこれが下に行かないでほしいんですよ下に行くのはこの次のこの2本あるこの子たちがちょっと下目に行きたい なので一番上にあるこれはなるべく左に行ってあげて下のこの邪魔をしないようにしたいですね1234でしょ4で55画目ね5画目、ね、を横左に向かうようにしてで六角目はじゃあここですこういうふうに大きめに引くように置いてくださいここねぐーっと引いてきてでしっかり止まって 6。ここが、中心線がここなので、ここに向かってぎゅーっと持ってきます。で、大きく跳ねるように、角度が大きく。あの、あの、大きくっていうのは、長くっていう意味じゃなくてね、角度なんですよ。ここの角度を大きくするように、横にぐわーんってこうやって広がっていくような感じってことです。そうすることで、ここが広くなりますよね。お腹の中がこう広くなる。 でその中にこの2本を入れます。1 2ほら全部ちょっとずつ方向が違ってますよね。これがまずこの五角目にあったこれが左に来て次のさっき書いたこれがちょっと下向いててこれももうちょっと下向いててっていう風に行き先が違って見えるはずです。そう,そういいにでできるといいですねでこれは これと次のこれが対になっているような感じなんですけどこう横に行くようにしといてストーンと降りてくるような感じまずこれも初めのこの家のこのあれと一緒ですね浮かんぶりの点と一緒で頭しっかり打っといてスッと抜くような感じにして下から次こういう風に持ち上げていきますでちょっと肩がこういう風に下にギュッて落ちるような感じですけどこういう風に ここを立てておいて、立て気味ですね。で、次も頭しっかり入れてこう。こんな感じ。で、作り側をこういうふうに持ってきます。このラインが結構立ち気味な感じですね。で、次は、1、2、関数字の2がここにありました。関数字の2って言われたら、 えーとこっちにソルる線とこっち側にこうやってソルる線のこの組み合わせでしたよね長さもそうですけどこの線の質っていうののこの違いをこういうところに使うんですよ同じようにピッピッって引いてたらこれはダメですからねひらがなの「でですねでは真ん中こうあったらキュッとこれ こうやって反ってますよ。ぎゅっと上がってきて、ここでしっかり折れます。折れてお腹はここより出ないで、こんな感じですね。トンんと。楽しい、えー。楽しいという字ですね。よく出てきます。真ん中、ギリギリ上からでいいです、これ。こういう感じで来て、こうですね。 次が難しいのかな気持ち的にはやっぱこういう風に上がるようなイメージでいいんですよ。とんとん2個ずつのリズムで上からとンとンこんな感じですかこれがほらちょっとずつこう上がって見えますよねこれね下がってくるとどうしても次がうまくいかないこここういう風にしたいんですよ よいしっって全部乗っかるそうだからねあの右下がりにならないように横の線がこうやって多いものっていうのは右下がりのものがあるともう次がねどうしても上がっていけなくな,なりますから全てが同じように右に上がってってくれるといいですよね。えー、ししです。 こういう字っていうのは太さに差ができると綺麗なのでやっぱり鉛筆をちょっと丸くしておくこととこの芯のこれこの辺見てもらうとわかるんですけど何て言うかな真ん中がここスパンって切れてないですよねあの切れるって言うと変だなうーんと こう上からこうやって押し付けて書いてると、ここの先ってこういう風に尖らないはずなんですよ。こうコロコロ回しながらこういう風に使って書いてるので、あのー、ここがね、だからこう削ってなくても、あのー、うまくいくというか、太い線と細い線がこうやって使い分けができる。っていうとこなので、あんまりね、こうね、 削りすぎは良くないですあの,硬質の場合はねいくらあの濃い鉛筆を使ってたとしてもなかなか印象がうん強くないというかねある程度太さが欲しい正正月正月ですねこれもあの線の方向をよく見ましょう。 まずギュッとこうやって反り上がる次しっかり入れてスッとあの長すぎないでくださいあの最後はねこういう風にここ反っていきたいので出ちゃいますからねあんまやるとちょっとこういう感じですね上にギュッて上がるような線とこれこちら向きにこういう風に気質入れてスッとちょっと長くてもよかったかなこういう感じにしておいてはいギリギリからのっ けてこうぎゅーッと持ってくるようなこんな感じですねはい月です月という字はこれ見てもらうとここの部分が少し空いてますよねここねっていうことは少しこれ短くしておいてこちらを下に持ってこれるようにこの辺狙ってくるようにまずこここのくらいですね そこから、ぎゅーっと持ってきて、で、横に行くような感じで、グワンと、あんまりこう、上にこう行かないようにしましょう。グワーって持ってきて、1、2、こんな感じですね。小、3、 123ですね。で、こちらに小4。うーん。